3月にいぶきと高校を卒業して、今はいぶきの公演事務局で働いてます。高校卒業してもうそのまま就職こちらでしたってことですか？はい、そうです。自分この活動を1年間してきて、で自分も変わったし、もう自分の親も変わったんですよ。それでもっとこの活動に関わってたいと思ってここに入れさせてもらいました。結構諦めやすかったんですけど、それにネガティブ思考だったりしたんですけど、年齢層が全然違うじゃないですか。こうって小学校3年生もいるし、大人の方もいるし、保護者の方もいるし、そこでもうなんていうか、自分だけが辛いんじゃないとか、もっと明るくいこうとか、ポジティブに自分で考えれるようになって、あ、この活動すごいいいみたいになって、うん、そういうのがすごい辛いです。お母さんはどんな風に変わってるんですか？自分が一番最初に沖縄研修に行ったんですよ。4月に行った時に下村さんが家に来て、こういう活動してますって言ってたんですけど、その時すごいもう冷たい視線で下村さんのことをもう見ちゃ、ずっと見てて、私も固まっちゃって何も喋れなく、でもずっと活動してて、で12月の舞台見てもらって、でこの感動して、親も感動して、今度3月の公演が決まった時にはもう誰よりも自分のことを応援してくれて、でもうチケット売るよとか、ポスターチラシ持ってくよとか、もうすごい協力してくれて、もう自分も変わればもう親も変わるんだなって思いました。楽しみですね自分も一番最初に待った節っていう役は、自分こんな明るいんですけど、その中でどういう風にやったら病気っぽく見えるかなとか、お母さんっぽく見えるかなとか、まずそれがまず楽しくて、子役の子と一緒に役作りして、こういう風にやったらお客さん見えるよねとか、こうやったら見えないよねとか、こう試行錯誤するのがすごい楽しくて、で9月に出れるんだったら、まあ本当にもうもっと3月に、もう12月よりも、その3月練習した時よりもすごいもう満足できるようにやりたいなと思ってます。稽古がまずできなかったじゃないですか。できなかったんですよ。でも連絡もあまり、もう回線の状態が悪くて連絡も取れなく、もうみんな大丈夫かなとか、もう稽古に行きたいとか、もうみんなずっとそれを言ってて、自分 もう同級生も教室に行って、もうずっと勝手に教室でいぶきやってみるとか勝手に舞台やってみるとか、もうそんなばっかでしたね。で練習したい、みんなに会いたいとか、稽古したいっていうことばっかで、なんか暗い気持ちっていうのはあんまりなくはなかったんですけど、ズーンっていう風に下がったりはしませんでした。これは周りのみんなもそうですか？そうですね。3月の公演どうするかってなった時に、小学生なのにすごい大人の意見だったりとか、自分たちのためにやってくれるとかやりたいとかあるし、でもお客さんのために交通が危ないよねとか、安全を考えてやめようとか、そういう大人の意見がいっぱい聞かって、ちょっと感動して泣いてましたいや震災があったことでやっぱり皆さん何か変わってきたっていうところあるんで、ありますね。考え方とか、今回4月に1回チャリティー公演やってもらったんですけど、その時からもう何かやりたいとか、義援金集めて主催者の人にやりたいとか、自分たちは福島県だけど風評被害になってるじゃないですか。それで辛いのは自分たちじゃなくて、もっとひどい人がいるんだと思ったりとかして、交流、そのチャリティー公演があったりとか、先月やった交流公演だったりとか、今回の8月の公演だったりとか、みんながメンバーのみんなが自分たちで考えてやりたいですっていう風に、でどん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 ポジティブに考えていけるようになってました。今はもう全力出すのみですね。キャストも変わってたりとかするし、3公演って今まで本公演1回しかなかったので、でもう2日間3公演はもう自分もスタッフとしてやるの初めてだし、で今のメンバーもやることも初めてなので、正直ちょっと不安はありますけど、大丈夫だって思ってます。すごい期待してます。楽しいですそもそもきっかけ、始めたきっかけは何だったんですか？その1年も1年は高校の
二次文化祭っていうあのイベントがあるんですけど、そこに平田さんとか、あと1個上の先輩2人、3人と同級生の人がやってて、ああ自分もやりたいと思って始めてたのが12月です結構みんなじゃあ自分やりたいと思って、なんか見てやりたいと思ってくる子が、うん、そうですね。親がなんか連れてきてとかはあんまりないは、まあいないですね。いないです。自分からやったりとか、あと友達から誘われてとか、自分たちでいいよってやってみた。自分 もう友達誘ってやろうやろうとかって言って2人入れたりとか、もう楽しいんです。